結婚後、子供にも恵まれ、夫と息子と3人暮らしの一致。しかし夫は自分の子供よりも、琴音の娘であるメイに夢中だった。そんな父親でも、息子は夫との約束を楽しみに帰りを待っていたのだが、夫は息子の誕生日を忘れて、メイとの外出を楽しんでいたことが発覚する。大切な息子を傷つけた夫に対して、怒りに燃える一致が取った行動とは？後悔しても時間が戻らないことを、夫は身をもって知ることになる。息子の誕生日を忘れて、メイの誕生日を祝う夫の望み通り行動した結果。夫が琴音や琴音の娘を猫かわいがりしてて、目に余るものがある。これで琴音が嫌な人だったら、私も夫に強く出ることができるんだけど。琴音は常識のある人で、会うと私にも親切にしてくれる。でも、自分の息子よりも、メイを優先する夫の態度には毎回モヤモヤするし、息子の寂しそうな顔を見ると、腹も立ってくる。具体的にどんなことしてるわけ？何か高価なものを買い与えてるとか、ご飯をおごりまくってるとか、家計に被害を及ぼすものとか、琴音さんはいい人なのか。じゃあ夫が暴走してるだけなんだね。どういう風に困らせてるのか教えて。ただ単にやきもちとかだったら衝撃的なんだけど。違うよね。それなら書き込むところ間違ってるよ。大丈夫。愛情がゼロってわけでもないけど、やきもちを焼くほどの愛情も正直言ってない。夫がシスコンであることは、結婚前からわかっていたんだけど。さっきも言った通り、琴音が私に対して何かしてくるわけでもなく。どちらかというと頼れる姉といった琴音なので、琴音に対して悪い感情を抱いたことはない。ただ、夫が琴音のことを崇拝しているから、その琴音の娘であるメイのことも、猫可愛がりしていて、息子のことよりメイを優先してしまうのだ。また、何の因果か息子とメイは同級生。息子は成績は悪くはないのだが、性格は物静かで控えめなタイプ。勉強は一人でコツコツ頑張るタイプで、運動神経は私に似たのか夫に似たのかあまり良くない。対してメイは、私立の中学に入学予定らしく、名門校狙いの塾に通っている。性格は活発で、自分の意見をはっきりと言い、運動神経もいいそうだ。琴音は、子猿のように走り回ってるから、もう私立の学校に入ったら、おしとやかさを身につけてくれるといいんだけど、と、言っていた。確かに親戚の集まりに顔を出すと、必ずと言っていいほど名が親分のようになり、無口で控えめな息子は、子分のように言うことを聞かされている状況だった。とは言っても、乱暴するわけではないし、息子も嫌そうな素振りは見えなかったので、私も見守るだけにしていたのだが、夫の行動は違った。ある正月、例年通り義実家に訪れた際、メイと顔を合わせることになった。琴音の夫が急遽入院となり、琴音も夫の病院に駆けつけていたため、メイは義実家でお留守番中だった。当然正月なので、子供たちはお年玉をもらうことになる。明けましておめでとう。メイちゃんは今日も可愛いなぁ。おじちゃんからメイちゃんにお年玉だよ。わぁ？おじさんありがとう。メイが喜んでお年玉を開封する。すると、中から1万円札が出てきたのだ。え？息子が思わず漏らした声を、私は聞き漏らさなかった。そう、なぜなら夫が自宅で息子に渡したお年玉の中身は5000円だったからだ。おじさんたくさんありがとう。おじさん大好き。と、可愛がるメイから笑顔を向けられて、デレデレとする夫。そうか。おじさんもメイちゃんのことが大好きだよ。おじさんとメイちゃんは両思いだな。え？キモいキモい。これ、親戚だからギリセーフだけど、発言だけ切り取ったら変質者じゃん。息子とメイのお年玉の金額が違うって、ありえなくない？というか夫が優先すべきは息子でしょ。逆だよ逆。息子くんショックだっただろうね。それはショックだわ。かわいそうに。私もメイのお年玉の中身を知って、心底びっくりした。まさか息子に渡した倍の金額を、メイのお年玉に入れているとは、予想もしなかったからだ。だが、息子やメイのいる前で、夫に注意するわけにもいかず、私は言葉を飲み込んだ。でも息子をそのままにしておく気にもなれず、息子には、息子くん、この間欲しいって言ってた、学校で流行ってるゲーム。今度お母さんと一緒に買いに行こうか？と、声をかけると、息子は嬉しそうに。本当？やったー。と、笑顔になった。だが、ほっとしたのもつかの間、夫が横から、お前、ただでさえメイちゃんより成績が悪いのに、ゲームなんてしてたら頭がもっと悪くなるぞ。お前はイッチに似てどんくさいところがあるし、メイちゃんみたいに自分の意見をはっきり言えない。そんな調子じゃ将来ろくな大人になれないぞ。と、水を差した。
すると、息子の顔は笑顔から一転、泣き顔のようになり、僕、やっぱりゲームはいらない。と、悲しそうな顔をして黙り込んでしまった。せっかく夫がしでかしたことの尻拭いをしたのに、夫が余計な口を挟んだため、息子はさらに落ち込むこととなってしまった。夫に対しての愛情はとうに枯れていたが、この時を境に、マイナスになったのは言うまでもない。シス婚の夫が琴音の娘である芽衣を可愛がり、息子をないがしろにすることに対して腹を立てるイッチ。子供にとっては一大イベントでもあるお年玉も、息子を傷つけることになってしまい、夫への愛情がマイナスになった。だが夫の暴走が止まることはなかった。その日、朝から息子はご機嫌だった。夫と一緒に出かけることになっていたからだ。夫は最近仕事が忙しいと言って、帰宅時間も遅かった。そうなると、夫が息子と顔を合わせることも、必然的に少なくなる。私はできる限り息子と一緒にいるようにしたが、そこはやはり男の子。母親ではなく父親と過ごしたい時間も、きっとあったのだろう。誕生日は息子の希望で、水族館に行ってご飯を食べに行くことになっていた。夫が出張先から帰ってくるのを、今か今かと待ち構える息子。すると、私のスマホに夫からの着信があった。夫くん、今どこ？駅まで迎えに行こうか？ああ、悪い。帰るの夕方になりそうなんだ。え？でも今日は。あ、ごめん。電車来たから。じゃあまた帰る前に連絡するから。と、夫は一方的に電話を切った。私が慌てて LINE で、息子の誕生日であることをメッセージで送っても、私のメッセージに既読がつくことはなく、夫からの返信はなかった。お母さん、お父さんはなんて？うん、それがね、仕事が忙しいのか、帰ってくるの夕方になるみたいなの。お母さんと二人でお出かけしようか？せっかくの誕生日なんだし。いいよ。僕、今日は家で過ごすから。と、言って、息子は泣きそうな顔して、自分の部屋に閉じこもってしまった。昔は明るくてよく笑う子だったのに、最近は笑うこともほとんどなくなり、自信なさげにいつもうつむいてばかりの息子。せっかくの誕生日なのに、夫のせいでまた息子の笑顔が奪われたと思うと、夫への怒りが湧いた。夕方に帰ってくると言った夫だったが、夫が帰宅したのは夜の21時を回った頃だった。ただいま。夫くん、今日はどこで何をしてたの？仕事は昨日のうちに片付いたんじゃなかった？今日は帰ってきて、息子と一緒に水族館に行く予定だったわよね？水族館？そんな約束してたっけ？は？夫くん、今日は息子の誕生日だって分かってて言ってる？誕生日？そうだっけ？忘れてたわ。と、全く悪びれることなく、笑いながら返してくる夫。それよりも、これ見てくれよ。と、夫はスマホの画面を見せつけてきた。それよりも？息子の誕生日より優先すべきことが、このスマホの画面に映っているというのか？私が腹を立てながらスマホの画面を見ると、そこにはメイと楽しそうに写真に収まる。夫の姿があった。今日さ、帰ろうと思ってたら、偶然メイちゃんと遭遇してさ。どこに行くの？って聞いたら、今日は特に予定はないって言うから。かわいそうだと思って、俺が一日一緒にいてあげたんだよ。と、空気の読めない夫が堂々と語り出した。は？息子の誕生日を忘れて、メイと一緒に遊んでたってこと？この人は一体何を言ってるわけ？私が夫に言い返そうとしたところ、後ろで物音がした。振り向くと、息子が立っていた。息子くん起きてたの？うん。玄関が開く音がしたから。息子になんて返そうと考えていると、夫が。お、お前今日誕生日だったんだってな。おめでとう。これ、メイちゃんにおねだりされて、ミスドに行った時に買っといてよかったわ。ドーナツでお祝いするか？どれがいい？めいちゃんおすすめのものだから、美味しいと思うぞ。と、言い出した。なんてことを言い出すのか。息子の誕生日を忘れていたことを暴露し、めいと一緒にミスドに行っていたことを。のんきに語る夫の無神経さに腹を立て、私が言い返そうとすると。いらない。ドーナツなんていらない。はぁ？お前何言ってんだよ。せっかく買ってきてやったのに。ああ、息子なんてつまんねえな。めいちゃんは大喜びしてくれたのに。やっぱり女の子が可愛いよな。と、さらに息子が落ち込むことを、平気で口にする夫。夫の目は、目の前にいる息子ではなく、スマホの画面に映るめいに向けられている。あなたね。私が言い返そうとしたところで、夫が私の言葉を遮ってきた。ああ、そうそう。今度うちで、めいちゃんの誕生日会をすることになったから。はぁ？だって姉さんのところは、
義兄さんが入院してからバタバタして、めいちゃんの誕生日も、ろくにお祝いできなかったみたいでさ。めいちゃんが寂しそうに話してたから、じゃあおじさんが誕生日会を開いてあげるよ。って言ったんだよ。夫は宇宙人でしょうか？地球人とは思えない発言が続いてます。これは父親じゃない。めいに溺れた愚かな男の話。どうこうしていて、正直言って気持ち悪い。息子がかわいそうで仕方ない。息子のためにもしっかり夫に注意すべきだよ。うん。ボロクソに叱ってやったよ。息子は普段自分に関心を示さない父親が、自分をどこかに連れて行ってくれることを、本当に楽しみにしていた。それを最悪の形で踏みにじった上に、息子の誕生日に、姪の誕生日会を企画した夫に、ほとほと呆れた。息子くん、変なこと聞くけど、私たち家族にお父さんは必要？いらない。ドーナツも、お父さんもいらない。父親とドーナツが同列。夫くん、もうあなたには呆れました。あなた、おかしいわよ。自分が何言ってるかわかってる？俺は誕生日会の話をしてただけで。かわいそうじゃないか、めいちゃんが。だから、それがおかしいって言ってるの。私、言ったわよね。今日が息子の誕生日だって。よくそんな大切な日を忘れて、めいの誕生日会の話ができるわね。それは、そんなに息子の誕生日会がしたいのなら、めいちゃんの誕生日会と、一緒にやればいいじゃないか。な、めいあんだろ？これで一件落着ってことで。何が一件落着なの？余計にややこしくなったわよ。いいわ。あなたがめいちゃんの誕生日会を開きたいのなら、好きにすればいい。さすがエッチ。息子くんもめいちゃんと一緒の方が嬉しいだろ？いいえ。息子の誕生日のお祝いは、今日私と二人でしたし。息子のお友達を招いてのお誕生日会はいつするかはもう計画済みなの。そうなのか？じゃあまあそれでもいいか。私が怒りを内に秘めたまま、夫と対峙していると、家のチャイムが鳴った。訪ねてきたのは琴音とめいだった。夜分遅くにごめんなさい。姉さん、どうしたんだよ。どうしたんだよじゃないわよ。息子くんに謝りに来たのよ。え？一輝さん、今日息子くんの誕生日だったわよね。はい。もう聞いたと思うんだけど、今日娘が弟と一緒に一日いたみたいで。最初は一輝さんたちが、娘のことを気遣って声をかけてくれたと思ってたんだけど、娘の話を聞いてるうちに、弟と二人で過ごしていたことが分かって、息子くん、大切なお誕生日を、台無しにしちゃって本当にごめんなさいね。ほら、あなたからもちゃんと謝りなさい。私、何も悪いことしてないもん。娘ちゃん、確かに今年の誕生日は、パパが入院しているから、パパとは一緒にお祝いできなかったけど、ママと一緒にお祝いしたでしょ？もし、来年のあなたの誕生日に、パパが娘ちゃんとは違う子と一緒に、お出かけしてたらどう思う？それでも悪くないって言える？琴音にそう諭され、泣き顔になっためいちゃん。息子の前に来て。実は今日がお誕生日ってこと覚えてたの。でも息子くんだけパパと一緒にお祝いするの。ずるいって思って嫌がらせしちゃった。本当にごめんなさい。と、涙ながらに謝罪を始めた。知ってたんかい。なかなかめいちゃんも侮れない。でも小学生のすることだし、一番悪いのは息子の誕生日を把握してない父親だけど。琴音が常識人でよかったね。誕生日を台無しにされたのはいただけないけど。ちゃんと謝ってもらえて何より。心の傷は見えないから。おっと、一人悪者、仕方がない。それだけ間抜けな行動をとってるし。うん、許してあげる。今日のお父さんとの約束を守ってもらえなかったのは、めいちゃんのせいではないから、謝ってくれてありがとう。と、息子が立派なことを言ったので、私は感心した。一輝さんもごめんなさいね。バカな弟が迷惑をかけてしまって。姉さん、バカはひどいよ。俺はめいちゃんのことを思って。あんた、いい加減にしなさいよ。あなたの娘に対する行動は正直言って異常よ。娘のことを可愛がってくれるのは嬉しいけど、可愛がると甘やかすは違うのよ。今だから言うけど、お年玉だって小学生に対して渡しすぎなのよ。あなたは知らないと思うけど、私と一輝さんは、公平性を保つためにお年玉の金額を決めていたのよ。今日だって、娘が欲しいもの、何でもかんでも買い与えてくれちゃって。正直言ってありがた迷惑なの。一輝さん、後で金額調べてお金をお支払いするわ。姉さん。うるさい。確かに私はあなたの姉だけど、一体いくつになったら姉離れするのよ。しかもあろうことか、私の娘にまで執着して。いい加減にしてよ。はっきり言って気持ち悪いのよ。
琴音に拒絶されたことがショックだったようで、夫は言葉を失っていた。私は翌日、身の回りのものを持ち、息子を連れて実家に戻った。息子にとっても、私にとっても、夫と距離を置くべきだと思ったからだ。ありがたいことに、実家と我が家は電車の駅で一駅の距離。息子の通学は、私が車で送り迎えすれば問題ない。夫はあの日の翌日から出張に行ったため、帰ってくるのは3日後。家には置き手紙も置いてきたし、3日後、プライドの高い夫が、どんな反応をするのか少し楽しみだ。息子の誕生日にメイとのデートを楽しむ夫。息子との約束を破ったことに罪悪感も持たず、メイの誕生日会を計画した夫に、一致と息子は夫を捨てる覚悟を決めたようだ。二人の逆襲は成功するのだろうか。数日前に家を出て、実家暮らしを満喫していたところ、夫から鬼電が300件もかかってきた。え？怖。300件って、チケット取るときならかけるかも。夫の焦りが見えるけど、執着も見えて怖い。うん。私も怖い。でも夫のことをこのまま放置してても、私と息子は幸せになれないので、夫と戦うことにした。さっき夫と会話した内容はこんな感じ。もしもし。おい、一致。なんだよこの手紙は。家を出ていくってどういうことなんだよ。え？そのままだけど、夫くんとの生活に疲れたの。はぁ？琴音さんも言ってたけど、夫くんの琴音さんとめいちゃんに対する執着ぶりは異常よ。これまでずっと目をつむってきたけど、息子との誕生日の約束を破ってまで、めいちゃんを優先したのは見過ごせない。息子も父親はいらないって言ってたし、私も息子を大切にしないあなたへの愛情は、すでにマイナスなの。おそらくこれ以上下がることはあっても、上がることはないと思うから、これ以上一緒に生活するのは無理だと思って。はぁ？幼稚なことしてんじゃねえよ。姉さんやめいちゃんにやきもちでも焼いてるのか？ふざけるのもいい加減にしろよ。いいからさっさと帰ってこい。帰らないよ。夫くんは琴音さんとめいちゃんがいれば、息子と私がいなくても幸せなんでしょ？なら、息子と私があなたの家族でいる意味ある？息子もお父さんはいらないって言ってたし、私も夫くんのこといらないの。私たち離婚して幸せになりましょう。そう言って私は電話を切り、とにかく夫の電話番号を着信拒否にした。息子の誕生日のしでかしはきっかけに過ぎず、きっと今までの積もり積もった不満が、爆発したんだろうね。一致も息子くんも大変だったね。でも夫のこの感じだと、離婚は認めないとか言い出しそうじゃない？離婚できるの？確かにこういうやつはねちっこいからな。でもって孤独にも慣れてなさそうだし。離婚するの大変そう。あ、そのあたりは琴音に協力を仰ごうと思ってる。琴音からも前回の夫のしでかし後。一致さん、弟が迷惑かけてごめんね。うちの夫も退院が決まったし。今度時間ができたら一度会いましょう。何かあったらいつでも頼ってね。と、メッセージが届いたから、琴音に夫のこれまでの問題行動の数々を暴露し、夫との離婚話に協力を仰ぐつもり。息子からも、お父さんのことは嫌いじゃないけど、お父さんは僕のことが好きじゃないみたいだね。僕はお母さんがいてくれたらいいや。おじいちゃんもおばあちゃんも優しいし、僕今まで以上に勉強して、お父さんのこと見返してやるよ。と、たくましい言葉をかけてもらったので、私も息子を見習ってたくましく生きていこうと思う。息子は言葉数が少なくて、夫の前ではいつもうつむき気味だったけど、実家に帰ってきてから、以前よりよく話してよく笑うようになった。もっと早く息子の SOS に気づいてあげればよかったって、反省することもある。でもまずは反省より先に離婚を成立させて、一日でも早く実家から独立できるように頑張ります。話を最後まで聞いてくれてありがとう。まだ離婚が成立してないけど、まずは一歩進めてよかったね。一致、息子のためにも頑張れ。なんか夫から離れたら、息子が急に男になった気がする。いいことも悪いことも、いつもそばにあると気づかないことって、多いんだよね。夫は間違いなく幸せ逃したな。琴音に気持ち悪いって言われて、息子と嫁にはいらないって言われて。夫、何も残ってないじゃん。姪が仲良くしてくれるといいな。あ、そうそう。その姪ちゃんだけど、あの後。琴音が夫にしばらく娘に会わせません宣言して、おそらく会ってないと思われる。姉ちゃんもパパが帰ってきて、夫のことなんて忘れてるんじゃないかな。ざまあだわ。今回は、息子よりも姪を優先する夫が、息子との約束を破ったことをきっかけに、夫への不満が爆発し、夫を捨てて、息子と幸せになることを決断した一致のお話でした。
もしもあなたに一致のような夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、小学生のお年玉の相場についてリサーチしてみたところ、あるアンケートでは、小学生低学年のお年玉の相場は、1000円から3000円。小学生高学年のお年玉の相場は、3000円から5000円が一番多いようです。最近の小学生の懐事情は温かいようです。皆さんはどのぐらいでしょうか？お年玉に関するエピソードなども含めて、ぜひ生の声を聞かせてくださいね。